真田幸隆、真田幸隆、幸綱、真田幸隆、幸綱は、戦国時代の武将。信濃の在地領主で、カイノ国の戦国大名である武田氏の家臣。息子三人と共に、武田二十四将にも数えられる。陽名は次郎三郎、通称は玄太左衛門。提発して、一徳斎と号す。処刑図では、幸隆と記されるが、 確実な同時代資料においては、ゆきつなと記され、またこに、たかしを通字とする者が全くいないことなどか、a 禄五年頃までは、ゆきつなと名乗り、ゆきかは晩年に改めたものであると考えられている。ゆきかの名に関して、高野山蓮華定院過去帳では、一徳祭の道号に伴い、一徳祭ゆきかと記されており、 道号は原則として鬼読みされることから、雪高の読みは、交流であるとも考えられている。出身は、ナの小さ型軍の名族運の死で、運の代羅が視線で一旦所領を失うが死なのに、進行した武田晴信に仕えて、給料を回復。以後も、武田家のナの先方集として活躍し、後の真田氏の石を築いた。ナの国小さ型軍。 現在の長野県東美市の皇族、雲の宗綱の子、あるいは宗綱の娘婿、真田頼政の子として生まれたとされている。行綱の出自については、様々な家系図と共に諸説あり、真田氏自体も、行綱以前の記録が少ないとはいえ存在しているため、真田頼政を宗綱の娘婿とする説や、雲の宗綱の子である行綱が、内政の養子になったなど、 様々な見解があり確定していない。海野国では死後武田氏による国内統一が行われ、信濃への進出を開始しており、武田信虎は天文十年1541年に同盟関係にある信濃諏訪軍の諏訪頼重や、信濃小佐形軍の村上の清と共に、信濃小佐形軍、作軍へ進行する。同年5月23日の雲野平の戦いにより、 雲の一族は敗北して、上野へ亡命している。雪綱が合戦に参加していたことを示す資料はない。ものの、共に、美濃和城主、長野成政を頼って、上野国に逃れている。信虎は、雲の大合戦から帰国した同年6月14日に、着南、武田春信、信玄により、駿河へ追放され、春信が家督を継承する。春信はまず翌天門11年。 五百四十二年に独断で、関東管理の上杉の政まさと和睦して、地を活上した諏訪頼重を滅ぼすと、本格的な作、小さがた軍侵攻を再開する。雪綱は、春の武器の武田氏に帰属して、給料を回復しているが、その帰属時期は、諸説ある。高城再起によれば、雪綱は長略を用いて、作で抵抗を続ける持月氏の一部を武田方に、 侵入させたという。江戸時代初期の紅葉軍艦によれば、天文十七年、1548年の上田原の戦いに、板垣信方の脇備えとして参戦している。一方、江戸時代に成立した真田家資料では、新武内伝が天文十三年説とともに、武田家の足軽大将である山本勘助、勘助の推挙があったとする伝承を伝え、沼滝が、 天文十四年説、しげの関が天文十五年説を伝えている。初期の軍役は十期程度と推定する説があり、動員兵力は三百から四百人程度と考えられるが巧妙を重ねた後年は二百期ほどであっただろうとされている。近年の研究では、伊坂直一は諏訪氏の娘、諏訪保良人が武田春信の側室となる際に、 同じ死の一族の熱氏の幼女となっていることから、熱氏が雪綱を推挙したと推測して、天文十二年説を提唱し、芝辻春六は、武田の作新校と並行して、相模の後北条氏が関東へ進行し、関東官令である、上杉則政を、天文十五年、1546年4月に、川越屋線で、上杉勢を上野国から駆逐していることから、 ユ綱の貴族を天文15年としている。笹本正春は天文17年の上田原の敗戦を契機に春信が村上の力夫対策に人材を求めて、それに応じた、あるいは自分から売り込んだのがユ綱であったと推測している。武田氏に侵入した後は、品の先方衆として軍役を務め、村上方の持月氏の調略などを行っている。天文19年。 1550年7月には、小さ型軍諏訪に治療を約束されており、同年9月のト石城、上、石城攻めは、雪綱の妖精にもよるものと言われている。ト石城攻めで雪綱は、村上方の清野氏や寺尾氏などを調略するが、ト石崩れ、ト石崩れと呼ばれる大敗で一時は失敗す。しかし、翌天文20年、1551年に、再び、 砥石城攻めが行われ、高城再起によれば、雪綱の調役で、同年5月26日に城はわずか1日で攻略されたという。天文22年、1553年、桂ツラ城が落城した村上の清は、越後国へ逃れ、雪綱は丘陵を完全に回復する。乗清は、越後国の長岡上虎、ら、上杉謙信を頼り、高越両国は、 シナノの領有をめぐって退治し、川中島の戦いを展開することとなる。行綱は、対、長尾、上杉氏の最前線に置かれることとなり、引き続き、真田本城を本拠地とし、問石史上番を兼ねた。この頃、関東へ進出した後北条氏は、上野国で、上杉の政を庇護した、長岡影虎と退治するが、行綱は、天文23年。 1554年に、交渉、春三国同盟に基づく北条氏康の、東ず軍在場を求める出兵要請を受けてを、a 禄4年から始まる西上の進行など、関東方面の戦略に関わっていたと考えられている。工事2年、1556年9月8日には、萩品軍当天職場を攻略し、小山田虎光、備中氏と共に常磐を務める。 紅葉軍官によれば、永六二年1559年に、春信が出家して信玄と名乗ると、自身も提発して、一徳祭と合したという。紅葉軍官によれば、永六四年1561年の第四次川中島の戦いでは、着南、真田信綱と共に、西女山の上杉本陣への野衆に加わっていたという。川中島の戦いの 武田信玄は西上の信仰を開始するが、武田氏に提訴されていた東軍内での菅原市とハオシの所領構想は、双方がサナダの同族でもあることから、雪綱が朝廷に関わっている。永6六年、1563年には、ハオシを支援した上杉方の斉藤氏の居城、岩槌城を永6八年、1565年には、須瀬城を永6十年、 1567年には、白井城を攻略している。A60 年、1567年、病気のために家督をのぼつなに譲って隠居したと、されている。このため、信玄の駿河進行や正常作戦には加わらず、もっぱら、品濃北部及び、城主方面の抑さえとして活動した。天正2年、1574年5月19日、都市城で病死した。 去年62、墓所は、長野県上田市真田町の総当州真田山、長谷寺にある。肖像は、長野県長野市松代町の長国寺肖像。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。